いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に私です。君はプレイヤーではない。まさか。一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかな。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし。君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日の超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X-A29000。型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい、俺だけの可愛い子ちゃんが。GGO に来ても変わらんな、クライは。そこで、そうだね、ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら、マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。
早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO さ、情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったら。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだ。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能？はい、タイプ X だけが有する一回だけの特別な機能です。多分 AI にしては。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがあり得るのか。デザインからすると移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だ。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そりゃまあ友達価格ってやつで。まったく。でも本当にあなたはリアルラク、うん、ちょっぴり羨ましいです。昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはある。あの、もしよかったらお友達になりませんか？賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど女の子のプレイヤーは少ない。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンに。クレアの気持ち私もわかる気がする。能力以外の部分。うん、私も同じ。何よりしっかり目標を持っているんだね。うん、お手伝いできることがあったらな。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子だから、こうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわー、もうなんて。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっとそっ